なくなっちゃったね、チャチャ。元素度なくなったよ。一緒にお風呂が入りたい。マル君、おいで。これだよ。これがタオル。チャチャってマロの匂いついてね。このタオルをあのお風呂の蓋のところに乗せてね。これアツシが言って知ったんだよね。そうそうそう。だからうちもやってみたいな。こうやってやるといつも来ないティガーだったかな。ティガーが上に来るようになったみたいなこと言ってて、あ、そうなんだと思って。うちもチャチャしか来ないからね、チャチャ上に乗るんだけど、だマロン来るかなってことだよね。ここ乗れるよ。すぐやん、この子。すぐやね。大丈夫や。いやいや、落ちるよ。びっくりしたのはね、アツシのね、家のティガロビニックがね、普通になんか寝てた。あ、チャチャも寝るまではいかないじゃん。うん、寝てたもんね。いや、俺がそこまでね、長風呂できないかもしんないやけど。わ、チャチャの手ブルンってやつ、水飛んできたんやけど。チャチャ、居心地いいな。ん、好きやな、ほんとにお風呂がな。だから、あの家の扉全開にしたらどこで落ち着くのっていう動画で、チャチャちゃんとお風呂の中来たんや。あ、風呂好きなね。あとはカメラにいつもスイスイするで、のカメラのシンスコの収納のとこに。これ実はな、チャチャここに尻尾ついとるやん。そこ濡れとるでね、チャチャの尻尾濡れてまったり。濡れちゃっとるよ、チャチャ。あ、濡らしまったのがちょっと気に食わなかったかな。自分でこうが濡らしたらそこに近寄らんくなったわ。ごめんごめんごめん、手拭くわ。あ、タロ君来た。置かれるよ、こっち。置かれるよ。さっきお姉ちゃんあったやろ。かわいいな。マロンくん、ここ、こっち借りる、こっち。マロン、チャチャおいで。よしよしよし。チャチャこっちおいで。登ってき。よし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 、来た。来たね。慣れっこやね、もう。どっちが鳴いとる？どっち？チャチャやろ、今の。マロンじゃねえの？同じような声出すんな。チャチャ。大丈夫大丈夫。お風呂入っとるで。大丈夫か、心配してくれとる、チャチャが。ということでね、マロ君、マロ君、気になったね。登りはしなかったものの、もうちょっとのところまで登ったからいいとかないんだけどね。そのいつかはマロも登るようになるんじゃないかなっていうことで楽しみですね。え、チャチャ、あ、なんだ、すごいすごいすごい。あ、この高さまでタオル置くとよかったね。チャチャも快適にお風呂ライフを満喫しちゃいました。次のお風呂でお会いしましょう。